チャス。皆さんこんばんは、野球ユーチューバーのボコです。昨年の大晦日に配信した向こう図の試合映像なんですけども、インスタやツイッターからコメント欄で萌えちゃんとめいちゃんのバッテリーシーンをカットしすぎたというコメントが多々ありましたので、今回は萌えちゃんの投球未公開シーンをアップしたいと思います。そしてさらに先ほど日本テレビの沸騰ワード10に萌えちゃんが出演し、テレビからどれだけ YouTube に流れてくるのかというのを、まあ、少し検証したいというか、まあ、そういう思いもあり、今回バタバタこの動画を作っております。さあ、それでは萌えちゃんの投球シーンをすべてご覧ください。まずは相手の4番バッターですね。初球はアウトコースに外れてボール。テレビ同様、非常に力強い球を投げております。そして2球目がアウトコースのまっすぐで、ここはストライクと。さあ、どんどんアングルも変えていきます。そして3球目、ここはファールになり、この辺はねちょっとね年末の動画でね流せなかった部分ですね。ちょっと動画の尺の関係もあり、結構ねカットしちゃいました実は。そして4球目、ここも外から内に曲げてくるスライダーをファール。そして迎えた5球目がこちらのボール、アウトコースのやや外れましたが、力強いまっすぐで空振り三振を奪います。さあ、そして続く5番バッター、ここはメイチュンがナイスストップを見せます。そして2球目にアウトコース、ビタビタでストライク。そしてカウント1-1からストレートをピッチャーフライに打ち取ります。こう見る感じ、もうメイチュンとね萌えちゃんのバッテリー非常に呼吸が合っております。結構ねこう内角に構えたりとか、インサイドワークを使ってる感じですね、メイチュンが。さあ、続く6番バッターですね。この2球目をここは年末でも映しましたが、萌えちゃんの好フィールディングで三者凡退に打ち取ります。素晴らしいピッチング、何度見てもしびれますね。こうなんか一緒のチームにいてワクワクするような、これね相手チームもねもうなんかめっちゃ笑顔でしたね。なんかこう幸せな気持ちにさせてくれるようなバッテリーでした。めちゃめちゃ花があります。さあ、そして萌えちゃんのラストイニングですね。投球練習シーンも映してます。そして萌えちゃんの、セカンドスローイング、この喧嘩投法ですね。ナイスボールですわ。さあ、それでは萌えちゃんの最終未公開投球シーンをご覧ください。結構この回はねファールとかで粘られます。そして2球目、ここはねメイチュンがちょっとショートバウンドになりそうな感じがしたと言ってたんですが、やっぱりねこう横から投げるんで球が伸びてきてます。これはいい当たりでファールを打たれ、追い込みます。そして迎えた4球目、このボール、デッドボールゾーンから内に入ってくるスライダーで見逃し三振に打ち取ります。このボールは非常に厄介ですね。球の出所も見えにくいですし、ちょっとねこれ恐怖すら感じますよね、自分に向かってくるんじゃないかと。そして続くバッター、ここはサードのスポーツマンがちょっと足がね固まってしまったか、冒頭でランナーが二塁まで進みます。この辺もね本編ではカットしておりました。そしてワンアウト二塁になり、この左バッターに萌えちゃんは少し苦戦します。2球で追い込むも、ここで非常にこう逆方向の意識が強いバッターです。そして4球目、
このスライダーに食いついてきます。萌えちゃんもバシバシビタビタのコースを投げ込んできます。そして5球目がこのフラフラと上がった打球をショートのカイトが候補し、ツーアウト2塁となります。こうバックもね、なんかもうめちゃめちゃ盛り上げてやろうみたいなね、なんかそんな雰囲気をありましたね。そして続くバッター、ここでクロスファイヤー、バシバシ内角をつくこの度胸が素晴らしいですね。そしてアウトハイに力強いまっすぐでストライク。そして迎えた3球目、この外からね、弧を描くようなスライダーがこうね、見ててね、なんかもう素晴らしいですよね。素晴らしいっすわ。そして4球目をスライダーの後にストレートで空振り、これカウントが 2-2 になるんですけども、ここはギリギリに真後ろにファール。男女関係なくやっぱり相手もねフルスイングできてます。じゃあここは最後外れて、あ、すいません、ちょっと1球カットしちゃいました、すいません。ここはスライダーが外に外れフォアボールになります。さあそしてワンツーアウト一二塁、このピンチの場面で非常に痺れる場面だったんですけども、ナイスボール、非常に左バッターからしたらアウトコースが遠く感じるようなフォームかもしれません。そして次のボールがラスト、ややインコースのまっすぐを差し込みサードフライに打ち取って、萌えちゃんが2回をパーフェクトで打ち取ります。本当にね、今シーズンも萌えちゃん名手の、ね、バッテリーを見せれるように、向こうず一度頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。プレゼント企画バー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 、はい、というわけで今回ね、翔平 TV が僕のチャンネルにまさかのプレゼントを出してくれるということで、そうなんですよ、今回来てもらったんですけど、はい、何を出してくれるんですか。実は僕こちら買いました、はいはいはい、ワールドペガサスさんのワールドペガサスの、グランドペガサストップを購入しました。ほうほうほう、はい、これ出してくれんの。これは違います、これは僕が使うんですよ。なんだよ、はい、これですね。実はこれです、これです、はい、これね、はい、こちらです、こちらです、こちらワールドペガサスさんのグランドペガサストップが黒ですね。ほう、これ2万4000円ぐらいするんですけど、ほうほうほう、これ軟式公式兼用で使えるピッチャー用のグローブ、素晴らしい、こちらを1名様に、これを俺のチャンネルで出していいと。いいっすよ。じゃあちなみにあれだよね、俺のチャンネル登録と翔平 TV のチャンネル登録ってことね。そうですね、一応僕のチャンネルでも一応ここ登録してるんですけど、1000人ぐらい増えるよ、大丈夫、はい、どうぞ。非常にいい良さげなグローブなんで、はい、ちょっとニギニギしちゃうとちょっと怒られちゃうんでね、そうそうそう、はい、こんな感じでいい感じのグローブなんでね、はい、そうそう、ぜひね、熱いコメント、はい、そして2人のチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ翔平 TV ありがとう、どうしよう、俺が使いたいぐらい、いや、どうしよう、はい、OK。